は40、50ここでデンタルのボタンをドクターに押してもらう。皆さんこんにちは、いろはにごやと、マルハの田中です。デンタルですね、結構質問の多い、ところでもありますので、詳しく、お伝えしていきたいと思います。上の前歯をデンタル取るった場合に、まあ、そのデンタルの撮影する際にここのところに、まあ、下なのか上なのか、そうするとここにプラス55度って書いてますよね。いいですか、これがキーポイントです。はい、プラス55度というのはここのところで、30、60ってことはここが40、50、ここが50ですよね。で、プラス5度ぐらいってことはこれです。で、患者さんに行くと、だいたいこんな感じで、コーンが来るんだなっていうのはだいたいわかります。つまり、なんでもう一回行きますよ。55度にセッティングして、患者さんのどの位置に持っていけばいいのかっていうのを、まずは確認します。確認したら、はいはい。軽いかかる。患者さんにこういう風な形で。で、これを、合わせてあげると、あれちょっと角度がと思ったら、いやいや、軽く感じ。っていう形で、ここに合わせてあげます。そうすると、だいたい55度のところで写真が撮れますんで、ここで、デンタルのボタンをドクターに押してもらう。はい。もう一回おさらいします。前歯でも奥歯でもそうなんですけども、ここに角度が書いてある。なので、55度っていった場合に関しては、このとこで言う、だいたいこれぐらいだ。で、患者さんの、どこに来るのかっていうのを見ながらやるわけです。で、その状態で、フィルムを噛む。そうすると、そんなにズレがないので、はい。以上です。ありがとうございました。頑張って説明していきますので、よろしくお願いします。見やすくて分かりやすいんですね。